ペルージャはイタリア共和国中部にある都市であり、その周辺地域を含む人口約17万人の基礎自治体。ウンブリア州の州都であり、ペルージャ県の県都である。1308年設立のペルージャ大学を要する大学長である。付近には足地がある。ペルージャ県中部に位置する。アレッツォから南東へ約 57km、テルニから北北西へ。 約6 4トル、シエーナから東南東へ約8 9トル、フィレンツェから南西へ1 1 7キロメートル首都ローマから北へ約1 3 5キロメートルの距離にある。東南東約1 9トルに足地がある。地域中央部にはテベレ川が流れる。ペルージャ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。地域は フェロビエデロスタートのペルージャ駅周辺と城壁の内部などからなる。ペルージャはイタリアの中央部に位置しているが、北イタリアの大部分と同じように温暖湿潤気候である。この地域の気候は高い数値と低い数値の隔たりが穏やかで、年間を通じて十分な降水量がある。ペルージャはウンブリ人の居住区であったが、最初に文献に登場したのは、 エトルリア人の12の連合誌の一つである、ペルシアとしてである。紀元前216年と205年に、ローマの援軍として、第2次ポエニ戦争に加わった。紀元前41年、EN、バトルオブ・ペルギア。ランゴバルド人の時代、ペルージャは、トゥーシアの主要都市の一つと呼ばれていた。9世紀、ペルージャは強硬に屈服し、カール大帝とルートビヒ一世もこれに合意した。 しかし11世紀までにコムーニは自治を主張し、その後何世紀もの間、ペルージャは独立状態を維持した。その間、シエナ、アシジ、アレッツォ、ホリーニョなどの近隣諸国と何度も戦争状態となった。1797年、フランス軍に占領された。1789年2月4日、ペルージャを首都とし、フランスの三色旗を国旗とする。 ティベリーナ共和国が誕生。1799年にローマ共和国に併合される。1832、1838、1854年にペルージャを地震が襲った。ペルージャ市の行政区ペルージャには以下の分離集落がある。ペルージャはチョコレートで有名である。これは当地に本社を置き、バッチというチョコレートを広く輸出している。 ペルジーナ社によるところが大きい。ペルーラのチョコレートはイタリアで大変人気があり、毎年10月に街ではユーロチョコレートフェスティバルが開催される。2007年の人口は163,287人で、その47.7%が男性、52.3%が女性であった。未成年者が16.41%で、 一方の年金生活者は21.51%であった。イタリアの平均は未成年者が18.06%、年金生活者は19.94%であった。ペルージャの住民の平均年齢は44歳で、イタリアの平均年齢は42歳である。2002年から2007年までの5年間でペルージャの人口は7.86%増加した。一方、 イタリア全体では3.85%の増加であった。2006年時点で人口の90.84%はイタリア人で欧州の他国から来た住民が3.93%、アメリカ人が2.01%、北アフリカが1.3%であった。大多数の住民がローマカトリックを信仰している。ペルージャ駅、サンタンナ駅ミニメトロペルージャ空港域を東西に、 ホリーニョテロントラ線、南北に、チェントラーレ・ウンブラ線が走る。ホリーニョテロントラ線は西にテロントラ、東に、アシジを経由して、ホリーニョを結ぶが地域を東西に走る。チェントラーレ・ウンブラ線は北にサンセポールクロ、南に、テルニを結ぶ。両路線は、ポンテサンジョ・バンニ駅で接続する。また、ポンテサンジョ・バンニ駅からは、チェントラーレ・ウンブラ線のペルージャ・サンタンラ駅への支線が、 出ている。この他、市内にはミニメトロが走っている。アッシジとの市境にペルージャ空港がある。ありがとうございます。